Y 軍は、新朝の重心理工省が、同治元年に編成した、地方軍である。将軍と並べて、将順と称される。皆、豊か三年に、太平天国軍が、暗記省に迫ってくると、李工省は、朝廷の命令を受けて、郷里の暗記省合比で断蓮を作った。この断蓮は、合比が、Y がのそばにあったことから、順勇護へあるいは、 Y 軍と称し、幾度も太平天国との戦いに当たった。皆、豊八年から李工章は、祖国藩の将軍幕僚となり、将軍経営の補佐をしつつ、自らの舞台指揮権も得た。皆、豊か10年に、祖国藩が、良好総督になると、李工章は、巡洋水師を任せられ、Y が一体で活躍した。皆、豊か11年、将軍は、 太平天国軍を破って、安慶を占領した。この年の終わりに、太平天国軍が甲州を攻略して、上海を脅かすと、地元の豪商層から戦火内名を通して、救援依頼が、祖国藩に寄せられた。そこで、同治元年に、祖国藩から共有7000名を集めるよう命を、受けた、李光省は、旧愛軍の武将流銘殿、修正派、修森継。 長寿生、長寿、三、五長径、祖国藩ばっかのテーマな武径、将軍の武将角松林、阿波美町率いる、帝軍の武将、洋内良を率いて再び合否で共有を募り、ここに正式に Y 軍が成立したのである。新たに編成された Y 軍は、急いで、上海救援に向かうが、その途上には、太平天国軍の勢力圏がある。そこで、 上海の中外解防局は、イギリスの汽船の7隻を雇って、利口省の部隊を上海に運んだ。この時には、イギリスの中国派遣艦隊司令官、ジェームズ・ホープが派遣した軍艦が護衛している。小順混成軍6500人を乗せたイギリス船は、長江の太平天国軍の勢力圏内を通り抜けて、上海に到達した。上海に到着した。 李光将は西洋の武器を購入して、Y 軍の装備を整え、イギリス人を招兵して、Y 軍の訓練を行った。この結果、Y 軍の木屋座へ、春屋座へは虹橋での初戦で大勝した。李光将は自ら前線で指揮を取り、わずか数千人で、李秀重の十万余り大軍に打ち勝った。これによって、Y 軍の名声は大いに高まった。同年、 李光省は、チャンス準部に任命され、この地で Y 軍を拡大し、西洋の新式装備を採用も進めた。これによって Y 軍は、その後2年間で6000人強から6万から7万人に拡大し、新軍の中で最も装備が充実した部隊となっていく。また Y 軍は、上海の外国人傭兵戦力である、上昇軍とも連携して、太平天国軍を攻撃した。 同治2年から3年にかけて Y 軍は、蘇州、上州を陥落させ、将軍と共に、太平天国を滅亡させた。太平天国を打倒した Y 軍だったが、同治4年4月に、年軍鎮圧を担当していた千下院鎮が、戦死すると、祖国藩が、公認の金差大臣に任命された。これに従って、Y 軍も、年軍の鎮圧に当たった。また、同治5年冬に、 祖国藩が解任されると、李工章がその後を継いだ。年軍が東西に分かれてからは、西年軍を佐相党が鎮圧し、Y 軍は東年軍を鎮圧した。年軍の鎮圧が完了したのは、同治7年のことである。同治9年の天津共安後の混乱で、祖国藩が直令総督を離任すると、その公認として李工省が、 直霊総督に任命された。李工省が天津に赴任すると、その断連である愛軍も拠点を天津に移した。直霊総督の軍事的権威の根幹となったのである。これ以降も愛軍は、朝鮮の神口事変、神仏戦争といった、清王朝の主要な紛争に派遣された。李工省が私的に集めた断連ながら、新朝屈指の地方軍だったのである。 当初20年の日清戦争に際して、当初李光章は、改戦に、消極的だったが、改戦すると愛軍がその主力を担い、Y 軍は、壊滅的な打撃を受けて解散する。これが、Y 軍の終焉である。その後、Y 軍に代わる軍隊の必要性を痛感した、新朝は、李光章ばっかの子に命じて改めて転身で、様式軍隊の編成を行った。 貞武軍である。ここには、旧 Y 軍の将兵も多数参加した。失脚した、李光翔の後を継いで直霊総督となった、王文章は文官であったため、公所21年10月に、貞武軍は、李光翔の軍事的な後継者である、遠征外の管轄となり、さらに、新し権力軍と解消する。 この Y 軍からの流れを組んだ新し権力軍が遠征以外の軍事的根拠となり後の北洋軍閥の形成へとつながっていく。Y 軍の基本的な軍政は将軍のそれを継承していた。Y 軍も将軍同様に私的集団、断連である。そのため、新朝の正規軍である緑英では平和国家に属するという前提から召喚と兵との 交流が制限されていたのに対して、Y 軍では、兵は将に属するという原則を打ち立てて、将が自ら兵を集め、兵は、ただその将に従っていればよかった。そして、Y 軍全体としては、李公将ただ一人に従っていた。また、緑英が、個々の英の定員数がまちまちであるのに対して、Y 軍の閣英は500人と定員が決められていた。初期の英の編成は、 下記の通りである。後に刀矛隊小銃隊タイアリ体はべて西洋式小銃隊に改変。西洋式訓練を受けた、兵士 Y 軍と将軍の最大の相違点は、Y 軍が積極的に西洋の新式兵器を導入したことである。同治2年、各部隊指揮官とは別に西洋人を軍事教官として招いて、西洋式軍事教練を行わせた。 またそれまでのひなわ渋滞を西洋式小渋滞に改め旧式の壁散歩を開花法に改めた。さらに、高所3年にはドイツの軍政を参考にクルップ包帯を設置、用務運動の過程で創設された江南機器、製造総局、天津部備学堂で武器製造と人材育成を図った。また拠点を直霊省に移してからは北洋水市内に 近代的な北洋艦隊を編成した。このように Y 軍は近代化を進めていったが、その編成は将軍の制度を継承していたため限界はあった。平時の兵の訓練は西洋人軍艦を招いて洋式でいったが、東領、英艦、将艦らの士官は西洋の傭兵を学んでいなかったため、戦時には必ずしも訓練の成果を発揮できていなかった。 天心部備学童は別として、士官全体に対する養成機関、教育体系はなく、指揮体系は、各級指揮官の間や理工省との間の個人的な関係性に依存していた。そのため、Y 軍編成から年数を経過して指揮官の世代交代が進むと、関係性が希薄になっていき、末期には、各級指揮官、部隊官の連携が取れず、各部隊が、 ここに戦うしかない状況に至ってしまった。ありがとうございます。